佐藤ひろこでしょうねを始まるよ。Ladies and gentlemen, this is 佐藤ひろこでしょうねを。こんばんは、佐藤ひろこです。佐藤ひろこでしょうねを、今夜は第78回目の放送です。本放送を聞きの方は9月20日日曜日夜8時を過ぎまして、再放送を聞きの方は9月23日水曜日9時30分を過ぎました。はい、そして今日突然ではございますが、皆様に大事なお知らせがあります。私佐藤ひろこ、お知らせ事はオープニングでするでおなじみなので、もう言っちゃう、いや言っちゃわない、言っちゃわない、すごく大事なお知らせがあるので、エンディングでこれ話しますから、今日は最後まできちんと聞くようによろしくお願いいたします。珍しく大事なこと、言わなきゃいけないことをエンディングで言うという、果たして私佐藤ひろこはきちんと言うことができるのでしょうか。言わなきゃいけないことをいつも忘れて、大事なことを後回しにすると大体いい結果をもう出さない、そんな佐藤ひろこですが、今夜は頑張って最後にその大事な話をしますから、皆さん元気いっぱい最後まで聞くように。さあ、この番組は友達のお家に遊びに来て一緒にまったり雑談しているような、どこかほっとできる時間を一緒に作っていく、そんな番組です。話題のニュースやおすすめ情報なんかも紹介していきます。最近語ってみっぺのコーナーが始まりました。この間まではひろこがキルだったんですけど、大してキレてないなって、キルことができてないなと思いまして、はい、全く同じ要素で語って、みっぺというね、はい、そんなコーナーになりましたので、このコーナーはですね、また今日も語っていきますけれども、佐藤ひろこに語ってほしいことや、自分自身がめっちゃ語りたいねんということを皆さんから募集して、ご紹介していきます。勝手に送っていただいたメッセージから私が語り尽くすということもやりますので、この番組はラジオの前のあなたと一緒に作る番組なので、まずはメッセージを送ってちょうだいね。郵便番号 320-8601 栃木放送佐藤ひろこでしょうねをがかり、ファックスの方は 028-643-3311、 メールは ds941@hiroko310.com、 ひろこは HIROKO です。 CRT 栃木放送のホームページからもメッセージを送りする、おくいつもお送りがね、送りって言うのちゃう、おが一個足んないね、お送りすることができますので、ぜひともメッセージを送ってください。お待ちしています。今夜もあなたのメッセージが読まれるかも読まれないかもしれません。それでもメッセージを送ってみてちょうだい。語ってみっぺ、今夜もやります。お楽しみにです。そんなわけで楽しい30分お付き合いよろしく。この番組は介護サービスアイケアステーション、干し芋王国土崎農園、水道のことなら何でもお任せ株式会社水井、餃子ストラップでおなじみ石川畳店の提供でお送りします。
しい色を染めよう。あなたが生きる世界に赤黄色緑オレンジ混じり合ってゆく奇跡の中で。私がいるよ。父がいて、あなたがいる。母がいて、あなたがいる。犬のぼっちも、猫のラリも、みんな持ってる奇跡の中で。私の一を加えたらどんな奇跡起きるだろう。新しい色を染めよう。あなたが生きる世界に赤黄色緑をで。まるでミックスジュースみたいな世界だ。夢や未来の話をしよう。化学反応したのは佐藤ひろ子で奇跡でした。佐藤ひろ子でしょう。語ってみっぺ。さあこのコーナーは私佐藤ひろ子が何か一つだけ信じられないほどゆっくり語っていくというそんなコーナーです。今夜のテーマ早速発表します。今夜はこれ、努力。こんなメッセージが届いております。ラジオネームエスティマ30系さん、川越のエスティマ30系さん、ありがとう。ひろこさん、スタッフの皆さん、お疲れ様です。お疲れ様です。リスナーさんでダイエット始めようとされている方いらっしゃいましたね。あれかな、ジャスミン伏せさんかな、多分そうだな。確か先週も若い頃のスーツあるんだみたいなこと言ってましたよね。
いや私それ断捨離していいよっていう捨てていいと思うよって言ったの、うん、まあ思い出の品だと捨てられない、まあいいや、ちょっとね今週は違うから、うん、ほいでよ。ひろこさんもランされているようで、走るランね、うん、やはり鍛えているのですね。私もバレーボールをしていて、トレーニングの一環としてランや筋トレをしています。痩せるためにはまず代謝機能を上げることが大切です。基礎代謝が上がらないといくらメニューをこなしても痩せません。いきなりハードな筋トレや激しいランは怪我のもと。そうだよね、エスティマー 30K さんはこれで大きな怪我してましたものね。本当そう。そこでおすすめな、ちょっといいですね、おすすめなストレッチと呼吸法、過去腹式呼吸を教えてくれるそうですよ。ストレッチもできる範囲で、呼吸法は意識するだけで違います。ひろこさんは腹式呼吸は得意ですよね。あとは水分をよく取る、腸内環境を整える、体を温める食材を食べるようにする、しっかりと入浴するなど多々あります。その後筋トレやランも加えていくといいです。ひろこさんは努力をしていることを人に見せたくないタイプなのかなと思っていますが、当たりかな。だとしたらかっこいい。バレエもバレーバレーバレーかバレーバレーかバレーボールバレーかな、トレーニングも楽しんでがないとただ辛いだけなので、結果もですが継続できればいい趣味になります。応援しています、頑張ってください、ということで、川越のエスティマ 30K さんありがとうございます。そう、私はね、まあ、今回このメッセージをいただいて、どうしてテーマを努力にしたかと言いますと、まあ、この川越のエスティマ 30K さんって、まあ、以前番組の方でもご紹介させていただきましたけど、アキレス腱断裂をした経験をお持ちで、この趣味のバレーボールをね、やっていた際にアキレス腱断裂してしまったと。で、私が同じように腱鞘炎の右手でね、腱鞘炎になっちゃって、その腱が痛くて手術をしましたっていうところで、お話しいただいたんですけど、まあ好きなことだから楽しんでやるっていうのが前提だと言うけれども、やっぱりさ、なんか逆にこのトレーニングとかっていうフレーズがあることで嫌になっちゃう人と、よっしゃトレーニングだから頑張ってみっぺみたいな人とね、2パターンくらいいるんじゃないかなと思うんです。で、私なんかは楽しいだけだと逆に結構すぐ終わっちゃうんですよ。なんか使命感とか、それこそトレーニングだと思うとちょっと頑張れるかなっていう人で、なのでなんか楽しいこととか好きっていうことだけじゃ続かないって、私はねそれをすごく思うんだよね。なるべく好きなことを仕事にしなさいとかって言うけど、好きじゃなくなってしまうことだってあるじゃないですか。好きだけじゃやってらんねえんだよみたいな、そうなった時に困っちゃうから、仕事を好きになりなさいっていうのが私の言葉なんですよね。みんなにおすすめする方法です。そう、嫌だなと思ってることとか、そうでもないなっていうことをどんどん好きになっていく方が、だから多分私は音楽もちろんスタートは好きとか興味があるとかそんなので始めているけれども、今となっては仕事だから好き、ただの趣味で音楽をだけやってたら多分ね、もうやめてたんじゃないかなと思います。辛かったことが本当にたくさんあったので、で
だから仕事だからトレーニングとして走ったりとか私はするんだよね。でこれをエスティマ30級さんは努力ともし言ってくれたら私はすごく嬉しいけれど、でもそのアキレス腱断裂しても今もなお大好きなバレーボールをやり続けられるって、そどんな努力と何があってそんなことになれるのさと逆に超尊敬。だってアキレス腱断裂したら怖いじゃん、すごく怖いじゃないですか。それでも好きという単純なそんな二文字の愛情だけって言い方があれかもしれないけど、それを持って努力をしてトレーニングをして、なんだろう、まあ、トレーニングとかリハビリだよね。リハビリなんてねもう辛いんだからね痛いんだからね。それをやってやり遂げてまた好きなことにトライしてるってすごいなと思うんです。だからエスティマ30Kさん、あなたが努力の人よ。そして今ダイエット頑張ってるジャスミン伏瀬さんね、今エスティマ30Kさんが教えてくれた、ストレッチとか呼吸法を取り入れてぜひ運動をして、あのより一層こうダイエットに近道になるといいなと、そんな風に思いました、ね、みんなでこう雑談している感じがいいよねということで、今夜は努力をテーマに熱く語ってみました。皆さんはどう思った？メッセージお待ちしています。以上、語ってみっぺのコーナーでした。新しい朝、七色の虹が君を待っているから、不安だらけの闇に揉まれても。川越のエスティマ30Kさんがランの話したら急にこれ聞きたくなりました。佐藤ひろ子でラン。
りしたのは佐藤ひろ子でランでした。佐藤ひろ子でしょう。佐藤ひろ子がお送りしている佐藤ひろ子でしょうネオです。ですね、今日は時間があれば私が最近弾き語りで歌った曲を流したいなと思ってたので、時間許す限り全部はちょっと難しいんだけどちょこだけね、聞いてもらいたいなとそんな風に思っています。今コロナの期間が始まってから弾き語り音源っていうのを改めてレコーディングし直していって、それを皆さんに、グッズとして販売しています。で、これっていうのはこの毎月2曲ぐらいずつ配信していて、それでしかゲットできないんですよ。一緒に歌詞とあとは歌詞とギターのコード譜というかギターの弾き語りの人にはすごく見やすい歌詞の上にコード、ギターのコードが載ったものを音源と一緒にお送りしているんですけれども、今月もそれを発信していて、楽曲がですね18分の1って曲と君のせいという曲があって、でこの2つの曲は、10代から20代前半ぐらいで作った懐かしい曲って、なんなら先月に関してはデビュー当時の17歳ぐらいで書いてた曲を弾き語りしてたんですよ。だからなんかちょっとレアなんでラジオの方でも流したいなと思うし、興味がある方はぜひそれをお買い求めいただきたいんですね。はい、佐藤ひろ子のホームページに行くとそれちょっと分かるように載ってますので、そちらからチェックしてください。ってお前が喋ったら歌聞けねえだろってことで、この後時間許す限り聞いてくださいね。君のせいです。どうぞ。黙らずしゃがみ込む ところでね、時間ですよ。はい、気になった方はぜひ佐藤ひろ子のホームページに、ちょっと行っていただいてご覧いただいて、そちらからオンラインチケットもそちらでご購入いただけますのでね、佐藤ひろ子プライベートスタジオでの、ライブのチケット
や、他にも配信ライブのチケットなどもそちらで販売してるし、今月、しか買えないグッズなどもね、そちらからお買い求めください。よろしくお願いします。さて、忘れてなかったよ、皆さんに大事なお知らせがあります。本放送は今日は9月の20日日曜日、再放送が9月23日でしたが、なんと再放送がこの番組終わりになります。9月23日、もしかすると今再放送をお聞きの方はこの水曜の夜9時30分という時間帯の佐藤ひろ子の放送が今日で最後になります。本放送お聞きの方はヌアンドワットへということで、ね、9月23日の放送まあ全く同じのが再放送されてるから、えらいこっちゃどうこっちゃって感じなんですけれども、ね、もしね水曜の夜9時半の時間帯で、毎週聞いてくれてたっていう人がいれば、毎週日曜日夜8時からが本放送なので、そちらをぜひとも聞いてください。まあ、日曜の夜8時から日曜の夜8時からと何度も唱えて、本放送のそれを聞きましょうね。それではまた次回、お相手は佐藤ひろ子でした。この番組は介護サービスアイケアステーション、干し芋王国土崎農園、水道のことなら何でもお任せ株式会社水井、餃子ストラップでおなじみ石川畳店の提供でお送りしました。明日もいい日でありますように。